ファン感動。ナンバーアンダーラインアイが語る、i l y ズでの愛と驚きの未来計画。平野翔の衝撃発言、死ぬなよの真意を解明。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔さん、27、神宮寺勇太さん、26、岸優太さん、28、からなる新進気鋭のグループで、彼らの初の単独コンサート、ノー・オー・リング、が6月18日から20日の3日間、 東京有明アリーナで開催されました。このコンサートは彼らのファン i l y s に対する感謝の気持ちを込めたものでありファンとの絆をさらに深める機会となりましたオープニング曲を歌い終えた後、三3人それぞれがファンへの思いと公演への意気込みをラップで表現し続けて披露された「富士ではステージを縦横無尽に動き回る彼らの姿が観客を魅了しました岸さんの高速ラップ 平野さんのリズム感あふれるフロー、神宮寺さんの低音の効いたリリックそれぞれの個性が光るパフォーマンスでした MC の時間では平野さんが上の階の座席にいる観客に向けて結構ちゃんと見えているからねと呼びかけ岸さんは序盤の撮影可能パートが終了したことを受けて僕たちだけを見てくださいねとお願いしましたそして神宮寺さんはこんなにたくさんの人が来てくださって 改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますと観客に感謝の意を伝えましたこのようにファンとの距離を縮める温かい言葉が飛び交う場面が多く見られましたさらにこのコンサートでは10月から始まる日本各地をめぐる No.1LINE ・ア,アイライブツアー2024の開催も発表されましたこれに加えて9月にはデビュー曲ゴートや平野さんプロデュースの楽曲 本神宮寺さんプロデュースの INZM などが収録されたファーストアルバム NO−I のリリースも予定されていますこれらの発表によりファンの期待は一層高まりましたコンサートのセットは深いブルーを基調としておりその美しさが印象的でした特に岸さんの僕たちだけを見てという呼びかけは彼のファンに対する愛情と感謝の気持ちを強く感じさせるものでした 神宮寺さんのこんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますという言葉は、彼らがいかにファンを大切に思っているかを改めて感じさせました。そして、平野さんが最後に死ぬなよと呼びかけたのは、彼のユーモアと温かさが感じられる瞬間でした。今回のコンサートは、初日が大雨警報にもかかわらず無事に完走し、 3日間6公演を成功させましたスタッフや関係者、そして滝沢社長にも感謝の意を示し、ファンたちはこの成功を共に喜びました。直接参戦できなかったファンも、配信を楽しみに待ち望んでいる様子が見受けられました。さらに、今回のコンサートで披露された PV は、その圧倒的な身体能力と素晴らしい楽曲で多くの人々を驚かせました。ILYs でなくとも、 彼らの努力と才能に感銘を受ける人々が多く、キンプリもナンバーアンダーライン愛も応援する声が高まっています。彼らのファンの間で時折見られる対立もありますが、多くの人々は彼らを一緒に応援したいと願っています。3人には絶対に夢を叶えてほしいと願うファンがたくさんいるのです。また、このコンサートは彼らの成長を感じさせる場でもありました。彼らのパフォーマンスは日々進化し、 観客を魅了する力を増しています。彼らの音楽は人々の心に深く響き、彼らのメッセージはファンにとって大きな励ましとなっています。特に、岸さんの俺たちだけを見てという言葉には、彼の真摯な思いとファンへの深い愛情が感じられました。幼さすら感じさせるその言葉には、彼の純粋な心と情熱が込められていたのです。このように、 ナンバーアンダーライン・アイの初の単独コンサートは彼らのファン i l y ズに対する感謝と愛情を伝える場となり同時に彼ら自身の成長と未来への期待を感じさせるものでしたこれからの彼らの活動にますます期待が高まりますしかしこの成功の裏には彼らの絶え間ない努力とファンとの絆を大切にする姿勢があります彼らは常にファンのことを考え ファンに喜んでもらえるようなパフォーマンスを心がけています。彼らの音楽は人々に勇気と希望を与える力があります。そして彼らのメッセージは困難に直面した時でも前向きに生きる力を与えてくれます。このコンサートを通じて彼らの音楽が持つ力と彼ら自身の魅力を改めて感じることができました。これからも彼らの音楽を通じて 多くの人々に感動と勇気を届けてほしいと願っていますそして彼らの夢が実現する瞬間をファンと共に見守りたいと思いますまた彼らの音楽が持つメッセージ性についても触れておきたいと思います彼らの楽曲には現代社会の様々な問題や個々の内面の葛藤が反映されていますそれは単なるエンターテインメントにとどまらず 聞くものに深い共感と考えさせられるものがあります例えばデビュー曲「強盗では成功を追求する過程での苦悩や挫折を描き聴く者に勇気を与えるメッセージが込められています平野さんがプロデュースした「ボ o n では彼自身の経験や感じたことをもとに個々の人生における大切な瞬間を歌い上げています神宮寺さんのプロデュースによる「INZM」もまた 彼の個性が色濃く反映されており、その深い歌詞には聴くものを考えさせる力があります。彼らの音楽は、ただ楽しいだけでなく、聴くものの心に深く刺さるものがあり、それが彼らの大きな魅力の一つと言えるでしょう。そして、彼らのファン、i l ー s との絆も、彼らの成功には欠かせない要素です。ファンは彼らを支え、応援し続けることで、 彼らの活動に大きな影響を与えています。彼らのコンサートでは、ファンとの一体感が感じられ、その温かい雰囲気が彼らのパフォーマンスを一層引き立てています。ファンの応援が彼らの原動力となり、彼らはその期待に応えるために全力を尽くしています。このように、ナンバーアンダーラインアイの成功は、彼らの音楽の力と、ファンとの強い絆に支えられています。 これからも彼らの音楽が多くの人々に感動を与え、彼らの夢が実現することを願っています。そして、彼らの成長を見守りながら、共に未来を築いていくことができることを楽しみにしています。最後に、これからのナンバーアンダーラインアイに期待することや、彼らの音楽に対する思いを少し共有したいと思います。彼らの音楽は、時に励ましとなり、時に慰めとなり、 時に新たな視点を提供してくれます彼らの楽曲を聴くことで多くの人々が前向きな気持ちになり困難を乗り越える力を得ることができるでしょう。彼らのメッセージを受け取ることで私たちは自分自身と向き合い新たな一歩を踏み出す勇気を得ることができます。これからもナンンバーーアダラインアイの音楽が私たちの心に響き続けることを願い 彼らの活動を応援していいきたいと思いますそして彼らの音楽が持つ力を信じそのメッセージを多くの人々に届けるために共に歩んでいきましょう彼らの夢が実現するその日まで私たちは彼らと共に進み続けます